はい、こんにちは、泉ひなです。今日はですね、じゃじゃーん、こちら私の大好きなコカというプチプラブランドでお洋服1万円分購入してきましたので、ぜひ最後までご覧ください。ということで、レッツゴー。じゃあまず1点目はですね、今着ているこちらのグレースウェットを購入しました。コカはありがたいことにタグにね、バーコードがついてるので、もし気になった商品はバーコードから読み込んでください。で、このグレースウェットはサイズ M サイズのものを定価1990円のところ、セールで1690円で購入しました。こういうさ、無地のシンプルなグレースウェット1点持ってきたいなと、持っときたいなってずっと思ってて、最近ちょっとね、こうシンプルな大人っぽいコーデっていうのにハマってるんですよ。もちろんね、可愛らしいフリフリしたコーデとかブリティッシュファッションっぽい感じも好きなんですけど、こういうシンプルなのも可愛いなと思ってて、今みたいにこういうグレーパンツとかに合わせてなんかゆるくかっこよく着るのもいいなと思いますし、このスウェットにしたさ、黒のプリーツスカートとか履いて、ロングブーツとか履いてさ、カジュアルな感じで着るのも可愛いなと思ってて、だから1点持ってるとすごい着回しが効くアイテムだな、欲しいなと思ってたらコカでね、安くで見つけました。サイズ感的にはこんな感じです。身長160センチの私が着て、ここ伸ばして着ると、まず袖はちょっとこう萌え袖ができそうな感じのオーバーなサイズ感ですね。丈感もお尻がすっぽりと隠れてしまうくらいのサイズ感です。まあこんなねピチッと伸ばして着ることはないので、だいたいこんな感じでゆるく着るんじゃないかなと思ってます。これは特に裏毛とかはないので、薄いので、こう下にヒートテックとか着てもこうもっさりならないですし、春先くらいまで着れると思います。こういうグレースウェットさ、今年さ、パンツも流行ってるじゃないですか。スウェットを私服に取り入れるみたいな。でもトップスも結構流行ってるイメージなので、これは買ってよかったなと思います。この私の大好きなユニクロのタックワイドパンツのグレーとの相性が最高です。最近こういうグレーコーデにハマってるんですよね。このなんかさ、ルーズな感じ、ゆるっとした感じとかもすごい良き。あんまり今日コーデ考えたくないなって時は、こう楽だけどシンプルでかっこよく着れる、こういうさ合わせ方はすごいいいと思います。しかも1点1690円ですよ、安い。じゃあ次2点目は、今と打って変わってすごいフリフリ系なんですけど、じゃーん、こちらのフリフリブラウスを購入しました。可愛くないこれ。こちらカラーがホワイト、サイズが M サイズのものを1.2690円で購入しました。はい、じゃあこちらのブラウスも着てみるとこんな感じです。可愛くない？やっぱなんだかんだこういうフリフリ系も私は好きなんですよ。まず首元がこんな感じで V ネックになってます。肩からこんな感じでフリルが落ちていて、あと袖もこんな感じでフリッとなっています。これは本当にガーリーな感じなんですけど、私だったら黒のショーパンとか合わせてシンプルガーリーな感じで着るのが可愛いんじゃないかなと思いました。後ろも同じようにね、こう V ネックみたいな感じになってて、でこういうフリフリってこの肩のもうちょっと外についてるとごつく見えるんですけど、こう内側に入ってることでここはストンと落ちてくれてるので、こうフリルがいっぱいついていてもそんなにさ、こう肩幅がごつく見えないっていうのはすごく助かりますね。まあ、今みたいに普通にこういうさ、ロングパンツに合わせてもこうかっこかわいく着れる感じでいいですし、黒のショーパンとかレザーパンツとか合わせて着るのが可愛いんじゃないかなと思ってます。じゃあ次からはワンピース系ですね。これね、お店入った瞬間一目惚れしてめっちゃ可愛いなって思った商品があって、じゃじゃーん、こちらのカーキカラーのジャンスカを購入しました。これめっちゃ可愛くない？これカーキじゃなかったです。じゃじゃん、こちらカラーがブラウン、サイズが M サイズのものを1.2990円で購入しました。これね、パッと見お店ではめっちゃカーキカラーに見えたんですよ。黒、白、ブラウンがあったんですけれども、私はこのカラーがすごい可愛いなと思って、まず最近こういうちょっとこうさ、素材しっかりめのジャンスカっていうのがすごい可愛いなと思ってて、もう結構ねこれってブリブリになっちゃいがちなんですね。なので、まあ、黒とか白とかよりもこういうブラウンっぽい感じの、まあ、私はカーキだと思ってたのでカーキっぽい感じのカラーで、くすみカラーを持ってきた方がちょうどいい感じの可愛さで着れるんじゃないかなと思って買ってみました。後ろ実はここがリボンがついてるんですよ。リボンでキュッと締めれるようになっていて、それもすごく可愛いなと思います。はい、じゃあこちらのジャンスカ着てみるとこんな感じです。めっちゃ可愛くないですか？やっぱりこれ素材がしっかりしてる、なんか片押しっぽい感じの形なので、ボリューム感がすごいですね。そして M サイズ買ったんですけど、この胴回りとかこのスカートとかもしっかりとサイズがある、ちょっとこうゆるっと着れる感じのジャンスカですね。こういうボリューム感のある服大好き。じゃあ上からですね、まずこの肩紐は長さが
調節できるようになっています。ただ私はこういうボリューム感のあるジャンスカはちょっとこんな感じで緩めに着た方が、まあ、どうせタートルネックも着てるし全然いいかなと思ってます。まあもちろんこうやってね上でこうやって着てもいいけど、これだとちょっとお嬢様感出すぎてないな。そしてねお腹がもう思った以上に緩すぎて、これはいくらご飯を食べても全然楽に着れますね。丈も足首くらいまでしっかりと長さがあるので、本当になんか3000円くらいで買えたとは思わないくらいの可愛さです。後ろもリボンがついてるから後ろから見ても可愛いっていうのはすごい嬉しいですね。本当ドレスみたいな感じの可愛さです。なんかブラウスとかシャツとか合わせても可愛いんじゃないかなと思ってます。ブラウンって言うけど私にはカーキにしか見えなくて、でもこういうカーキのガーリーっぽい感じの服本当に好きなんですよ。これのいいところはすごいドレッシーにも着れるしカジュアルにも着れると思います。全然白スニーカーとか合わせても可愛いと思いますし、いろんな系統で服を着回せるっていうのもすごく助かりますね。特に裏地とかはついてないんですけど、もう素材がしっかりしてるので下着が透ける心配性っていうのはまずないですね。いやこれ可愛い、マジおすすめ。4点目もすごい可愛くて、ちゃちゃーん、こちらの黒のミニワンピを購入しました。これはこんな感じのワンピです。こちらはカラーがブラック、サイズが M サイズのものを 1.2990 円で購入しました。ちょっと最近ちょっと痩せたからってねミニばっかり買ってって思うだと思うんですけど、まあその通り。これは形もすごい私的にはドンピシャですし、シンプルでいろんな着回しが効きそうなものがすごくいいなと思いました。後ろ側の首のところはこんな感じで手まれるようになってます。はい、じゃあこちらのワンピースも着てみるとこんな感じです。めっちゃ形が可愛くない？やっぱボリュームのある A ラインのフレアワンピな感じがすごい可愛いです。そして袖もこんな感じでバルーン袖なのでちょっと子供服っぽい感じがすごい可愛いなと思いました。私だったらこれは黒のロングブーツを合わせてシンプルにするか、あとは白のハイソックスに白スニーカーとか合わせてちょっとカジュアルに着てもいいんじゃないかな。あとはローファーとか合わせても可愛いと思います。丈感はお尻から10センチくらい下の長さなので、まあ割と短めですが、私的にはこれくらいの丈感が一番足が綺麗に見える長さなので嬉しいです。これはちょうどこのお尻ら辺の高さのところで切り替えがあってフリルになってる感じなので、そこまではすごいゆるーくこう広がっていく形なんですよ。なのでこれもねまたお腹がゆるいです。お腹がゆる服マジ助かる。だって普段私お腹めっちゃ出てるんで。このね袖先のところはこんな感じでゴムになってます。とにかくこれもすごく着心地が楽ですね。着痩せできるのに着ててそのどこも締め付けないのがすごく助かります。まあ、多少クシュクシュっと収納してもあんまりシワになりにくい素材だなと思いました。それもすごく助かりますね。じゃあ最後5点目はですね、めっちゃ可愛いでしょこれ、じゃじゃーん、こちらのチェックのシャツワンピを購入しました。こちらカラーがカーキ、サイズがワンサイズのものを定価が3290円のところ1点セールで990円で購入しました。安っ。これカーキなんですよ。最近ちょっとやっぱカーキカラー可愛いなと思ってよく買うんですけど、パッと見はちょっとこうグレーっぽいんですけれども、よく見ると緑が入ってるんですね。でこのシャツワンピは何が一番いいってね、触り心地がめっちゃ柔らかい、本当にね肌触りのいい感じです。はい、じゃあこちらのチェックシャツも着ていました。やっぱこれめっちゃ着心地いいです。そして可愛い。これ着て分かったのが、なんとこの両サイドにポケットがついてくれてます。割りありがたいですね。あと胸元にもポケットが両サイドに2つついています。形がすごいいい。フリーサイズなんですけど、まず袖はこんな感じでちょっと長めです。そして丈感は足首の5センチくらい上の長さなので、これも長さのある丈感ですね。あ、後ろの方がちょっと長めかな。これは単体で着るのもすごい可愛いですし、あとは上からセーターとかニットベストとか重ね着するのもいいし、羽織としても使えると、マジいい。あと袖の部分がこんな感じでボタンになってるんですけど、なんとねここゴムになってるんですよ。ほらこんな感じで伸縮可能なので、ここも楽ですね。やっぱボタンきつすぎるとこう腕通すのが大変だったりもするんですけど、その心配性がない。まあ、あとは多分ボタン閉めたままほらこんな感じで肘をまくることもできるので、これめっちゃ楽、おすすめ。ショートブーツにファーベストとか合わせる組み合わせでも絶対可愛いわこれ。よき
はい、そしたらこんな感じで今回のコカ購入品紹介は以上になります。コカも結構掘り出し物が多くて、いろんな系統の服が揃ってる上に、なんかシンプルなやつもフリフリなやつもあるし、あとセール品もね、春夏秋冬なんか関わらずいろんなものが置いててすごく楽しいです。コカは本当に昔から好きなんですけど、最近すごい店舗が増えたので、ぜひ皆さんも行ってみてください。ということで今日の動画もいかがだったでしょうか。コカ購入品参考になったとかね、あの服かわいいねって思ってくださった方、チャンネル登録と高評価お願いします。 YouTube の他にも Twitter、Instagram もしておりますので、ぜひフォローお願いいたします。ということで今回も最後までご覧いただきまして誠にありがとうございました。バイバーイ。